Bye.
見えないんだよ。見えない。ほら、じゃあ、打つところだとすごいよね。初めて忘れた。初めて忘れたよ。これも、これも丸まんま。明日の弁当にするといいよ。あ、明日かね、月曜か。あ、明日も、うん、食べてるしね。ここで、メンバー紹介とには構成員紹介を軽くしようと思います。思いますだって思う。言いながらだな。まずみんなも気になってるだろう、ドラミス。我が輩いつもサタンオールスターズというバンドをやっていて、うん、後ろに同じ顔をした構成員がいるんだけども、今日は歌うの合間にこう後ろ見ると知っちゃいの。いいね。彼は17歳、高校2年生だというんだよ。高校2年生で世紀末のドラムを叩くんだ。わが輩仮の姿のね、高校2年生の時に何をやってたかという話になってくるけど、そう、とりあえずって言ったけど、オン・ザ・ドラムス、シュン・デンカ。もっと黄色い声を足りない。それで彼はもうずっとバンドから離れられないので、そしてベース、ちょっと、そう、彼女でいいのかな。彼女はね、あくまでありながら世を忍ぶ仮の姿でバンドをやっているんだよ、それでこの間新聞になったという。こっちじゃない。迷子というバンドなんだ。迷子になったか、深夜徘徊したか。そっちの方で乗ったわけじゃない。こんな白い顔しててここにいていいのか。かわいいだろ。分かってんだよ。オン・ザ・ベース、マチオ・オジオル。いつも見てるだろ。もういいかな。あそこのレディーとこちらの可愛い長官は、先ほど話に出た後始末というバンド、ザリストとキリコーですけど、なんか喋る。いや、そんな声出してますしね、ゆかりでは結構ね、憎たらしいおやさんが、はい、後始末というバンドでですね、ギターを弾かせていただいてます、学ぶ長官でございます。よろしく。今回だな、みんな構成員10分で、新しい名前を作ろうと、いろいろ考えたんだけど、深夜乗りで考えたんだけど、深夜でね、あまりにもわけわからなくなってしまって、我が輩覚える気力がなくなったんだよな。完璧必要になったもんね。完璧必要だった。構成員紹介で完璧。そう曲名紹介で、構成員の名前の方、完璧の方が大事だと。ということで、そっちはなしにして、でも、長官だけ残ってる名前があるから。なんで残ってるの。学ぶ長官改め、マダオ長官だ。マダオでございます。よろしくお願いします。マダオの意味知ってる者いるか。まるでダメな大人。やったどうもありがとうございます。今度来たら学ぶ長官。
はい、オンザキーボード、うん、毎回見るたびに顔のね素顔が変わっていくんだけど魔女だからオンザキーボード魔女っ子エリそして俺を紹介するなと言ったんだけどするしないわけだなワガハイと一緒にサタンオールスターズという、バンドでだな、ギター見ての通りルーク役を やっているオンザギターリョウサンボサタンオールスターズではアレクサンダー大塚13世サンボだいらなくてもシャレだ覚えてない俺は覚えてない覚えたのってそして我が輩がサタンオールスターズで、シャトーばっかりしているダイナマイトトミーであるやめてたらもうない、あ、そう、もう一つ長いね、ちょっとね今月の6月17来週、17に後始末さんのミサがあるよろしくエルトマンだよエルトマンだよそして我々サタンオールスターズは7月15、これももうなんか聖地になってきてんじゃないかというエイドマン王で、やってない。ヨカリの姿でね、一回ビニーズやったわけです。そこで、まあ諸事情により構成員の一名がまかに帰って切り替えてなかったので、サポートも入れつつ、キーボードは新加入したんだよ。だから曲の幅が広がってたんだ。復活のミサを来るように。きっとそのミサ、2つのミサに来るとそこには秘密の花園が広がっているだろう。
次あと2曲だ。聞こえない。一つ小話。小話を一つ。なんかいつも決まりのセリフも面白くないね。おないの？先日というか結構前なんだけども、我が輩はある人物と、愛してるという言葉について、会話をしていたんだ。変な話じゃないぞ。翻訳家で双葉亭四名という翻訳家がいるんだ。人間界にはいたんだよ。その彼が、やつが、ある小説を翻訳してた時に I love you という言葉が出てきた。あ、知ってる？知ってるよ。そう、その I love you という言葉を双葉亭四名はこうやって訳した。はい私死んでもいいわって訳したんだ。違う。違う、ごめん、それはね、静かにしよう。そしてもう一人、かの有名な夏目漱石。夏目漱石は小説家でもあり、教師でもあり、翻訳家でもあり、いろいろやってたんだけども、英語教師をしていた時にある生徒が I love you を愛していますと、よくある愛していますという言葉に訳した。そこで夏目漱石はこう言った。バカ者、日本人が愛していますなどというもの、言うものか。月が綺麗ですねとでも書いておけ。あ、言ったんだよ。日本人はそれを聞けば分かるんだと。なかなか深くないかこれ。我が輩は一人で感心していたんだけども。全然反応が薄くてがっかりだ。感動して喋れない、誰だ、光ってて見えないんだけどもいいこと言うじゃないか。悪魔に愛などという概念はないんだよ。でもそこであえて言うなら、お前をロリンギョにしてやろうか。
Thank you.
あまり足りないよな。いけるよな。いけるか。いけるか。いけるか。Yeah.